はい、また遊び道具ダンボール。じゃあ、おいで。とりあえずよそ行きの首を外しちゃおうか。おいで。見上げています。なっちゃん気をつけてね。板がちょっとずれてるかもね。はい、狙い通り。やっぱりダメだよね。あんじさんも登ってる。どうした？ちょっとちゃんくんとかお子たちの様子で興奮しちゃった。まあ自分でビリビリやっていくでしょ。これはこれで障害になって面白いのかもしれない。じゃあ、おいで。
のリボンを取りましょう。本番に取っておきましょう。珍しい場所でくつろいでるね。シオンくん。だってもね、あのあれなんだっけ、ペットボトルの蓋の音が鳴るやつが好きなんだ。
入れ。ベルトボール面白いな。ピオ君はあまり興味なさそうだったけど、買っておいてよかったね。シオ君が大好きみたいだから。ピオ君、かわいいじゃん君。ピオ君、段ボール入っていいよ。噛んでいいよ。ジャン君の穏やかな視察。穏やかじゃない攻撃。シオ君は前はね穏やかだったのにね、あの、ジャン君に近づくときは早く近づきたくて走り寄るんだけど、近くに行くと急ブレーキみたいな感じで。そのままの勢いではちゃんとね、行かない子だったのに。持ってかれる。リアン。